ディーツ・フリードリヒ・クリスティアン・ディーツはドイツの文献学者。科学的な方法論によるロマンス語研究の創始者として知られる。ディーツはギーセンで生まれた。1811年にギーセン大学に入った。1814年のフランス戦役に志願兵として参加した。1818 18年にイエーナでディーツはゲーテに会い、プロバンス五女上司の研究を進められたという。 しかし、実際にはそれ以前から、ロマンス語の研究を行っていた。1821年に、ギーセン大学の博士の学位を得た。リーツは、ボン大学の講師として、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語を教えていた。1824年には、パリを訪れて、中世のトルバトゥール関係の資料を収集した。1825年に、ボン大学の院外教授。 1830年には聖教授に任命された。ディーツは言語学、文献学、文学を含む包括的なロマンス学を創始した。ディーツはフランツ・ボップやヤーコップ・グリムの比較言語学の手法をロマンス語に応用し、そのロマンス語文法は従来のフランソワ・アレヌアールによる文法書にとって変わった。ディーツはロマンス語東西に対別し、東にイタリア語と ルーマニア語、西にコプロバンス語、コフランス語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語を所属させた。リーツのロマンス学は、イタリアのグラツィア・ディーオ・アスコーリ、フランスのガストン・パリスラに影響した。1876年に、ボンデボスした。初期には、トルバドゥールなどの中世ロマンス文学の研究を、行った。ロマンス語文法と、ロマンス語語源辞典の2書においてィーツは、 ロマンス語を初めて比較言語学の方法で分析し、ロマンス語学の基礎を築いた。この2書は、ヤーコップ・グリムがゲルマン語に関して、ドイツ語辞典、ドイツ語文法を表したのと同じ役割をロマンス語に対して果たした。ただし、現在では、この2書は歴史的価値しか持っていない。他に、コロマンス語の文献の甲中本を出版した。没後に、 論文集が出版された。ありがとうございます。